どうも、秋です。栄冠ナインやっていきましょう。はい、では11年目秋大会挑んでいきましょう。1回戦の前評判は C ですね。はい、油断はできないと思います。いきましょう。確かに強いチームだとは思うんですが、何が起こるかわかんないのが栄冠ナインですからね。はい、気合を入れてやっていければいいなと思います。いきましょう。まあ前回練習試合ではありますが、総合戦力 A に勝っているというところは自信に持ちつつ、はい、やっていければいいかなと思います。まあ4番強気にするか。で、前回の練習試合で赤ゴジラ島ホームラン打ってますからね。で、これがですね、岩井が例えば調子が普通だったら、他のファーストの調子が良ければそっち出してもいいんですけど、まあ奥山か。奥山と調子比べて奥山の方が調子が良ければこっち出すっていうのはあるですね。まあただ今回は、調子同じなので、岩井スタートで、まあダイソーで奥山出すっていうのは全然ありますね。はい、OK、行きましょう。まあオーダーはもうこのままでいいでしょう。OK、行きましょう。試合開始。さあ、始まりますね。毎年言ってるような気がするんですけど、やっぱ秋大会が一番ハラハラするんですよね。さあ、戦力どれくらいが来るか。おお、これだとね、おっ、さすがに1年生もう1人スタメンに出してもよかったかなと思いますって言おうとしたら、どうした。徳永去年からめっちゃ防御率すでに良かったんですけど、マジか。初回3点先制はちょっと怖すぎるな。どうした。まあこういうのがあるのが本当栄冠ナインなんでね。はい、ちょっと気合い入れていきましょう。たださすがにこれは勝ちたいですね、正直。はい、これはさすがに勝ちたい。3点取らないと勝てないんでね、この試合。超当たり前のことを言ってますが、それがなかなか難しい。よし、ヒット。うわ、うまいけど、セーフになる。よし、オッケーオッケー。あ、ヒットだ、オッケー。うわ、1点も返せなかった。あ、でも3点取った、ナイス。なんか、大荒れですね。この試合、荒れてますね。はい。では、つゆき。いいですね、つゆき。4割2分9厘。守備、結構上げてるんですけどね。バッティングだけ上げてるっていうタイプの4番ではないんですが、素晴らしいね。オール B にしようかな、この選手。オール A はちょっとさすがに去年出てない分辛いと思うんですけど。さあ、その後はしっかりと徳永が投げてくれている2番南部。この選手は阿部日なので。おお、南部が打ってますね。素晴らしい。盗塁したんだな、このカウントからのスタートということは。さすが。アナン先輩の後を継いでますね、茂木がね。こうかな。うわー、正面か。くそ、いい当たりですけどね。スクイズもあったな。いや、打たせよ。ここはクリーンナップだからな。打たせよ。なるほど、森下がツーランホームラン打ってる。これは打たせないと。今日ホームラン打ってる森下、正面。そして4番強気、精密使いましょう。ここはよし、オッケー、さすが4番ですね。まあ、カードも使ったんで、今のオッケー、とりあえず逆転。ちょっと当たりが良すぎて2塁まではいけない。よし。で、これ結構走れるんで、走りましょう。水谷だったら全然走れるな。1球目盗塁だ。オッケー。キャッチャーの肩がめっちゃ弱いんでね。さあ、島、赤ゴジラ使いましょう。阿部日持ち、赤ゴジラ島、もうミート A になってます。超えろ。よし、ナイス赤ゴジラ、ナイス赤ゴジラ。オッケー。そして岩井、まあファーストは本当にいっぱいいるんで、どんどんカードは使っていって、また何だったっけ、何年目か忘れたんですけど、ファーストをローテーションしていた年ありますよね。あんな感じにしても面白いですけどね、今年は。まあでもちょっとこの岩井がね、一つ抜けているなというところはあるんで、岩井には頑張ってもらいましょう。
なんか3点差だから怖いですね。関野か。ショートは他にいないんで、もう関野に頑張ってもらうしかない。テンドランかけるのありな。よし、オッケーオッケー。どうだろう、回れるかな。ナイス。さあ、模擬盗塁賞。打線が良さそうですね。前回の練習試合含めて見ても。はい。徳永はとりあえずスタミナ上げて。まあでもこのイニングまでかな、それでも。1、2年というか、上級生がいるときはすごい安定してましたからね、この徳永。もう夏の甲子園普通に戦力として、中継ぎで投げていたんで。オッケーオッケー。でそうだ、伸びえジャイロなんですけど、なおやはり変化球中心の方が打たれない、この栄冠ナイン。これはね、もうやってる人はみんな知ってると思うんですけど、ほんと変化球中心じゃないと打たれるっていうか、速球中心、僕160キロ伸びえジャイロっていうのを、ウーム高校ですね、終わった後にちょっと引き続きウーム高校動画にせずに遊んでいた時に、それで速球中心にしてたら、なんとですね、こっちもちろん総合戦力 A で、向こう総合戦力 B とかの相手に、ホームラン2、3発打たれて予選2回戦で負けるっていう悲劇が起こったんですよ。悲劇悲劇。ということで、あ、これ注目選手か。まだコールドじゃないよね。おー、いいね、強気いいね。 WBC 高校はこういう選手がね、夏大会はベンチスタートになって盛り上げてくれるっていうところが強いところだと思うんですよ。これあれですね、ホームラン打ったら終わりだな。走るね。西谷に総力そうっすよね。もうほぼ S ですもんね。3投もできるよ、西谷。あ、本当にできた。本当にできたよ。本当にできちゃいましたね、3投。これでワンアウト。ランナーは3バッタ。ということで、ここは例えば、まあ、代打。この代打の使い方って代打丸ついたっけ。これでスクイズ決まった時、確か1回代打丸ついたことあるんですよね。それを狙いに行く。初球スクイズ、よし、オッケー、ナイスー。関のじゃあ転がせでワンヒット狙い。ホームランはダメよ、ホールド勝ちは良くない。関の打率いいなあ。本当にヒット打った、ナイスナイス。転がせでもこの通りヒット出るのは出るんですよ。あー、そうか、徳永も打ち気か。うん、もうここはじゃあピッチャー、あ、1点入ってないね。ピッチャー変えましょう。1年ピッチャー投げさせよう。ここはちょっと育成もね、やっていきましょう。はい、初回の3点は何だったんだ。まあでもそれがなければかなりこっちが余裕で勝っているかなという試合です。まあそれがあってもホールドが見えてるんで、はい、あれですが、打たれちまったぜ。誰が待つのか。まあまあまあ、まだあれは1年生なんで仕方ない。ダイソー出しましょう。高島だったら走れると思うんですよね。盗塁も5か。これ走りましょう。走れるよ高島。あー、全力セーブやばい。オッケー、ナイスナイス。ダイソーに向け、まあダイソーチックに育てているという感じですね、あの選手は。模擬だったらこれセーフもあるけどな。内野安打もあるしな。さあ南部、ちょっと追い込まれるまで強振させようかな。阿部日持ちですけどね。まあこうやってやってればフルヒトコがつく可能性も出てくるので、はい。ただ流し打ちはつけたいな、阿部日持ってるんで。せっかくで森下と、森下も何かしら特能がついてほしいですね。実際ちょっとまだ物足りないかなというところもあります。これホームラン打つとまずいからな。初球スチール、もうちょっとスチール行きましょうか。9回戦った方が経験点がいっぱい入るんで、そうしましょう。 OK で最後は毎年恒例、ピンチヒッターは萩生田。1人ずつ投げていく戦法でいきましょう。
まあ、あとセカンドとキャッチャーがいるよと。オッケー。で、伝令で守備に気合を入れておく。オッケー。さあ、マシモとかはもう普通に強いピッチャーですからね。もう後ろは安心できるんで、徳永荒れてたらね、すぐ変えましょう。ただ、とはいえども、スタミナはちゃんと上げておかないとですね、コンピューターが系統は勝手にはしてくれないんで、すぐああやって70球、80球やってるんで、ちょっと怖いですね、さすがに。奥山って守備もいいっすよね。今エラーしたけど、補給もう60ぐらいあるんですよね、確か。あ、奥山じゃないわ。あ、でもそうか、今こいつはもう上げてますもんね。セーファーストはすごい。あいつはいいぞ。ああいうところです。酒井もうコンスタ DD か。いいね、酒井。酒井には期待してる酒井にな。ちょっと頑張ってもらいたいですね。はい。よしいねー。で、全員出しましょう。西のキャッチャー、石黒、セカンド、大内ピッチャー、オッケー。うん、まあちょっとあのツーランはいらなかったですけど、それ以外はまあ問題ない試合だったかなと。初回の3点だけちょっと気になるな。オッケー。気迫を見せましたが、ここは及びません。ナイスゲーム。まあ全員出したんでよしとしましょう。とりあえず総合戦力 B 以上が来なければ勝てると思うんですよね。よっしゃ、つゆき降格、ナイス。 OK、 素晴らしい。降格なんて星4でしょ、だって野球マスで取ろうとしたら。ナイスすぎるね。お、前評判いい。これはね、さすがにっていう感じですね。はい。だったら、こういう時は、有山へ向けて金入れるか。こうやって、金井を育てよう。はい。まあもうダッシュで向かいますか、じゃあ。行きましょう。そしてもう一人1年生出します。キャッチャーを1年生、茂木を外野に。そしてさっき大活躍の4番、つゆきをベンチに下げるっていうね、素晴らしい戦法で行きましょう。これが夏大会のオーダーですね。いや、わかんないな。もしかしたら、他の選手を下げるかもしれないんですけど、まぁ、ちょっとそこは本当にまだわかんないです。これ、南部にしといて。よし。おっと、赤ゴジラ島の調子がちょっと悪いですね。ただ、そこは出すと。なんで、西野。で、茂木を、外野に持ってきて、こう。あ、違う。こう、OK。んで、1番の方で、まあ、1個ずつ上げるか。いやー、でも西野も相当いいな、バッティング。で、もう1人奥山も本当は出したいと。ただ今ファーストもキャッチャーもね、1年生と。まあ多分セカンドサードあたりを来年取るんじゃないかなと思うんですけど、それはまあ新入生が入ってきてから考えようと、まあいうところですね。 OK、 行きましょう。そうだ、今まだセンター通気になってないんですけど、通気は選抜はセンターで行きたいなと思ってます。前回ね、通気をセンターって言ってたんですけど、それは未来の話でした。はい。これはさすがにな。よし、表だからもうバンバン打っていい。何も気にすることなく打っていこう。ちょっと通気も追い込まれるまでは強振使ってもいいんじゃないか。流し打ちをただ手に入れてほしいっていうのはありますね。走れ南部、先制しましたね。よし、 OKOK、 南部2番も結構良くなってくると思うな。うわっと、どうした徳永、急に自分の台になって安定しなくなるっていう、そのパターンある。そういえば相手を確かめてすらなかったですね。はい。あー、ちょっと3番威圧感、4番の能力はまあまあ高めっていうところは怖いな。キャッチャーの方は弱い。ピッチャーもまあ弱い。はい。これは1球目で盗塁だな、さすがに。ボールを2塁へ送った。
オッケー、多分外されても走れるんですよね、模擬だと。これだとね、はい。強心臓使うか。強心臓が力を発揮するのか。お、抜けるか。オッケーオッケーオッケー、ナイス、超えた超えた。ナイスバッティング、いいね。今日注目選手、素晴らしい。2番南部。お、森下も。やっぱそうですね、みんなバッティング成績上げてますね、打撃の方の2年生。去年からレギュラーだった人たちが。みんな成長してますから。はい、素晴らしい。いやー、素晴らしい。あとは徳永だな、ここがビシッと抑え始めたら、まあ、まだまだ未完な部分が多いんですけどね、はい、これからの選手だと思います。さあ、持ち前のファイトが前面に出てきました。肩越しにランナー見た、思うやん。なんとここでスクイズしちゃうんだな。オッケー。ええおおおおおおお先行チーム、さらに1点追加。さあ、岩井がすでにパワー A81 です。まあミートもほぼ C というところで、これ1年じゃないな、冷静に。オッケーオッケー、ナイス。さあ、関野。さあ、畳みかけましょう。いいね。ナイスバッティング。個人的に左バッターの流し打ちがすごい好きなんですけどね。徳永もう変えましょうか。じゃあ、魔物使っても、あーでもそうか、5回か、まだ。さすがに5回は投げないといけないな、冷静に。徳永バッティング面はまあまあですかね。おお、ナイスバッティング。5回コールドあるな、ただこれ。ラッキーボーイ、阿部ヒ。おー、いいバッティング。これで何点目だ ?9 点目 ?10 点目か。あと2点で5回コールドありえますよね。まあもう気にせず打とう、本当に。気にせず打ちましょう。表の攻撃なんでね。全員出すことは少なくともできるんで。すごいな、みんな打つな。さあ、森下。おお、猛打賞、素晴らしい。森下、流し打ちだけでもついてくれれば大きいですけどね。さあ、で、水谷は本当、夏4番ありえるんで。期待しましょう。これセーフあるんじゃないか。オッケーオッケー。さあ、満塁で赤ゴジラ島。カードが渋いな、犠牲フライにしとこう。まあ、そのままホームランっていうパターンもありますからね、もちろん。これ落とすぞ。あっ、あ、え、それは卑怯くない？それでゲッツー取ったらめっちゃ卑怯いぞ。これもうほんと5回でコールドですね。仕方ないね。もうみんな出すために代打とか使っていくか。では代打奥山。スリーアウトチェンジ。
ッチャーでも出せないな。5回はさすがに投げないと。10点取りましたね。素晴らしいこのイニングの攻撃。どこ守れんだ。セカンド、ショートか。じゃあ OK、 セカンドちょっと投入していこう。まあさすがに負けないな、これ。さすがにそんな慎重にいかないでも大胆にみんな出していって負けることはない。よーし。ただ今日も2点取られちゃいましたね。そこはちょっと気になるところですね。はい、バシッとね、この2試合0-0で抑えられるとよかったんですけど、徳永が。セカンド、かまいい。また左投げなのに、セカンドのサブボで持ってんのか。守備交代、石黒、そして松本、オッケー。はい、全員出した、オッケー。いやー、打たせて取るで三振取っちゃう、この徳永ですね。ただ、防御率が3点台になってます。さすがに2点台まで落としたいっすね。はい。うん。まあただ本当に打線がすごいですね、この2試合とも。はい、前回はちょっと裏の攻撃だったんでちょっとね、手を緩めたというところもあったんですけど、今回は全力でいった結果、うん、負けそうになかった。あそこで決めちゃったもんな、何より。まあというところで OKOK。 まあとりあえず最初ね、県予選の方は良かったんじゃないでしょうか。これをね、次地区予選で進めていくということが大切ですね。 OK、 地区大会ね。よし、本屋さんナイス。監督はないのかな、もう。はい、夏男いらないな。本屋さんはいらないのを来る可能性も結構高いですからね。いや、本屋さんでしょ、石黒本屋さんでしょ。君は絶対本屋さんになる、これで。お、メンテナンスキットちょっと使いますか、今。ダンベル以外は結構綺麗な。ベンチプレスか、ベンチプレス以外は綺麗けど、これ多分ベンチプレス壊れるな。9個もあんのか。じゃあ1個使っときますか。 OK で、ベンチプレスいきましょう。さあ、直上がり来い、直上がり来い。これが実際ロマン。直上がりが一番ロマンまである。うーん、来ないか。さあ、オッケーオッケー。これとりあえず選抜出れれば、選抜は安定した戦いできると思うんで、まずここを勝つことですね。はい、徳永はもうこっからはもう球速でしょう。はい、球速上げましょう。まあこの伸び A ジャイロをやっぱ生かすためにもね、球速上がってくればかなりいいピッチャーになると思いますね。あとやっぱ対ピンチ E が少し気になりますね。おー、大内150キロすでに到達、やばい。2年で150キロやばいな。足も一回制球上げましょうか。 OK で、模擬をですね、まあ、パワーだけ C で、あとはオール B 以上にするのも面白いなーなんて思うんですよね。肩上げようか。今キャッチャーやってますしね。はい、いや、ほんと強くなってきたんじゃないか、これ全体的に。ちょ、村瀬がかわいそうだな、この台に入ってきて。ちょっと一人だけ能力が低すぎるな。パワー S 行く。よし、石黒ミート。
お、水谷肩しいった、オッケー。水谷どうしましょうか。水谷パワーあげよう。いや、4番あるんだよな、本当にこの人は。もう守備面いいですかね。セカンドなんで、本当はもうちょっと守備上げたいんですけど、あとワンランクぐらい。いや、でももうこれは威圧感持ってるから、バッティング面上げる方が面白いんじゃないかなと思います。はい。で、OK。この人がしっかり、外野できるようになりましたと。走力 S100 ですね、まず。しっかりとしたダイソーになってもらいましょう。で、まあ、その後は守備を上げていけばいいかなというところですね。森下は一回走力 S 持っていく。関野。まあ、肩上げましょうか。うん、強気守備。そうだな。強気センターまだ早いな。足が遅いからな。OK。ちょっと A から S になるのは時間がかかるんですけどね。まあでもそれは気にせず先に、ちょっとロマン組は、島のミート、そしてファーストの1年生のパワーですね。は先に上げようかなと思います。ちょっとラストあの直打上げだけ狙って終わりにしよう。さあ、直上げ来い。もう上がるね。素晴らしい。来ない。はい、ということで、まあ、2連勝できてよかったなと思います。まあ、こっからね、またピッチャーも能力上がってくるでしょうから、もっと守備面も、はい、安定してくるんじゃないかなと思います。というわけで、今回もご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、エカンナインいつも楽しみです。という方は、ぜひとも高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。次回が山場ですね。アディオス。